プッシュバック燃料給油機体汚水処理トーイング貨物の積み下ろしケータリンググランドハンドリングとは航空輸送における空港地上支援業務である。航空輸送において航空機は就航する空港において到着及び出発に伴う地上作業のサービスを受けなければならない。この地上サービスを総称してグランドハンドリングと呼んでいる。運航便は 空港に到着し出発するまでの時間を可能な限り短時間としたい。これは空港での作業時間を短くすることで航空会社は航空機の稼働を高め収益向上を図りたいためである。グランドハンドリングを運営する企業はそのような航空会社の要求に応えるため安全かつ迅速な空港サービスを提供しなければならない。グランドハンドリングとは 地上作業のことを言い、そのスタッフをグランドスタッフという。空港での作業時間は、航空機メーカーが提示しているデータをもとに、航空会社が標準的な時間を設定することが一般的である。グランドハンドリングでは、航空会社が求めるステイタイム内にて、すべての空港作業を完了し、提示性を確保しなければならない。航空会社にもよるが、 国内空港において運用されている一般的なステイタイムを以下に示す。国内線と国際線のステイタイムが異なる要因は燃料給油である。国際線は長距離を飛行するため国内線と比較し多くの燃料を航空機に搭載する。その他、ケータリングや機内の清掃についても国際線の作業時間は国内線と比較し長い傾向にある。 国内での主要なグランドハンドリング企業は航空会社の出資によるグループ企業である。エアラインはグランドハンドリングを自社では行わないケースが多い。日本航空や全日本空輸といった国内大手の航空会社は空港ごとにグランドハンドリング専門のグループ会社を設立している。地方空港では民間の地元企業へ業務を委託しているケースが多い。全日空には 相代利点制度があり、地方では航空券の予約や販売など、カウンター業務も含めて業務委託をしている。旧日本エアシステムにも同じような制度があったが、日本航空との合併により現在はなくなっている。また、国内のグランドハンドリング企業の中には、航空会社同士や大手商社が出資して設立した会社も存在する。羽田や成田、関西、中部、 福岡空港など国内の主要空港では国内エアラインのほか海外エアラインが運航されている。海外エアラインは国内エアラインにグランドハンドリングを依頼し、そのグループ企業が作業を行う形態が一般的である。海外エアラインが国内のグランドハンドリング企業と直接契約し運航するケースもある。工術での独立系企業がその形態にて運営されている。 また、企業によって行う業務が分担され、機内清掃の見焼き用品の取り扱いのみを行う、会社、貨物などの搭載のみを行う会社など、事業内容が異なる。複数社が一便に対して、グランドハンドリングを行う場合がある。世界のグランドハンドリングを行う、企業、組織などで構成される、IATA 内の組織、グランドハンドリングに関する国際的な課題や、 新しいサービスについて取り組みを行っている。会員は400以上。定期的に国際会議を開催している。i イクには3つのワーキンググループがある。それぞれワーキンググループは取り組みの成果を IATA 標準とするべく i イクへ報告することをタスクとしている。IATA グラウンドハンドリングカウンシルサイト IATA ではグランドハンドリング業務を行う。 基礎資料としてエアポートハンドリングマニュアルを提供している。各空港業務に関する概要や基準及び定義、並びに安全に関わる情報などが収録されている。また、アムにはグランドハンドリングを行うための航空機の概要も記述されている。IATA スタンダードグラウンドハンドリングアグリーメントはアムに収録されておりアム810にて定義されている。 グランドハンドリングには、グスと言われる、専用の特殊車両が使われ、その特殊さゆえ、空港以外で見かけることはない。主な特殊車両は、以下の通り、JAL グループ ANA グループ鈴世グループ、河野池グループ独立系。ありがとうございます。